世界は今大きな転換点を迎えています。創価学会は1月26日人類史の転換へ平和と尊厳の対抗と題する平和提言を発表しました。提言では感染症対策などで国際協力を強化するパンデミック条約を早期に制定することや、若い世代や女性が希望を持って働ける社会・経済の建設を訴えています。また核兵器の全面的な使用禁止などを目指して G7 サミットに合わせ首脳クラスの会合を広島で開催することを提言しています。希望の2030年へ。